ンズから通信？なんだろう。あ、繋がった。ルミア？どうしたの？通信。エミリアに繋がりましたか。好都合ですね。え、その声、もしかしてル？はい、お久しぶりです、エミリア。この前は挨拶できま。ルー、変わったね。受け答えとか声のか。エミリアのシティール頃からは随分バージョンが上がりました。私が言ってるのはそういうことじゃないんだけど、まあいっか。ちょっと空間絡みで厄介なことが。場所はモトブの砂漠地帯。元は砂と岩しかなかったその地帯に。さすがに一日で誰かが作ったとかそういうことはないよね。まあ普通の具現化現象なら私たちだけで処理もできたんだけど。特殊？詳細については現地でお話しします。あく、こいつの言う通り、私たちは当事者なんだし。それでは現地でお待ちしています。うわ、こりゃすっごいわ。最近の報告にある事例とは再現度、規模の両点において。この辺りにそんな大規模な装置はないはずなんだけど、これだけ精巧に再現されちゃうなんて、一体ここは何の施設なんだか。確証ではありませんが、この施設の構造はイルミナス。これだけ精巧なものであれば施設内の機能も再現されているはずです。ベネスレリクスやリュクロスの再現時みたいなものか。なるべく面倒は避けたいところだし、敵とか罠とかに気をつけて進まないと。警備システムは間違いなく侵入者に向いてる。あなたの言うことは本当に要領を得ないわね。いちいち一言多いな。侵入者の排除機構は動いているようですが、施設の確。そうそう、そういうこと言われてますよ。あんたのことだっつーの。落ち着いてください、エミリア。お、あ、あ、そっか。どうしたの？どうしてエミリアとルーさんは。そりゃ私が昔が。質問の答えになってな。ガーディアンズ所属時のエミリアはこのハイブリッド型ボディの基礎理論を構築。そうだった。その理式をもとにボディの最適。へえって、あなたは。いや、なんとなく覚えてはいるんだけど。はあ。え、ちょっと、そこでなんでため息。あなたの家庭をすっ飛ばす癖は随分マシになっ。うん、なんかバカにされた感じ。バカにはしてないわ。ただ誰がよ。あなたのすぐ隣にいるでしょ。
やっぱりおかしい。だからもっと詳しく言いなさい。みんなが敵は侵入者の私たちを警戒しているわ。確かに不可解な点が多いですね。侵入者の方があったのなら各ブロックの緊急閉鎖とかをする気配も、施設の再現というより記憶にある状況の再現。イルミナスの施設が襲われてた時の状況を再兄さんやダイヤ総裁がやっていた調査の時を再現。いえ、イーさんやライア総裁の任務報告に。だとすると一体この施設は。それがわからないから。おかしいおかしい。ああもう、何が原因か知らないけど。今何か。え、声。私のセンサーにも。確かにそんな嘘。なんだろう、聞き覚えのある。あ、ちょ、ルミア。嘘をついているようには見えませんでした。ルミアにだけ何かが聞こえたの？
これ。赤と黒のツート。これ。マガシ。おじさん。おじさん？あ、いや、そんなことより、待って、様子がおかしいよ。とうとう私を抹消しに来たか、アウザー。だがそう簡単にやられは。盛大に勘違いされてる。カール・フリードリヒ・ハウザー、かつてのイルミナスの黒幕でようやくわかりました。ここはコピーキャストのせい。でもハウザーってのと私たちは全然関係ないじゃん。施設廃棄時の再建なんだわね。え、3年前のシード事変時、おじさん、いえ、マガシさん。マガシはその思考のバグ、いえ、プログラムを超えた自我を持ったこと。でも廃棄時の記憶が再現されてるということは。ルミア、ぼーっとしてないで。いくら記憶の再現とはいえ。生み出されて、使われるだけ使われて、都合が悪くなれば。だからイルミナスは滅んだのよ。元の場所に戻った？ここは元座標位置の元部砂漠地区で。まあ、あれだけ派手に動き回れば記憶の状況とずれておかしくなるよね。さっきまでの端末のデータ、それに今の。いた！おじさん！ボディの損傷は激しいですが、確かにレンボルト・マガシのようです。記憶の具現化現象を起こしていたのがこのマガシってキャッ。もしかしたら自分で自分の記憶と忌まわしい記憶だって自覚しつつ、それに向かっていく感じっていうのかな。普通嫌な記憶からは目をそらすから、記憶と戦うことなんて起きない。マガシの気質を考えれば十分にあり得ることですね。おじさん、おじさん。その煩わしい声がイーサン・ウェーバーの言う。そうです、ルミアで。な、何？周囲環境のパラメータに変化がありました。具現化現象。まず何か来る。再び現れるか。奴の狙いは私だ。
傷ついた人を放っておいて逃げるなんて。貴様おじさん、大丈夫ですか？私の無事など確認してどうする？レンボルト・マガシ、まだ存命していたので。ガーディアンズが何用だ？この首を取り。そんな体で何を言ってるんですか？あなたのガーディアンズに対する数々の敵対行為は、余罪追及などを始めればおそらく即時機能停止の許可。ルーさん。ですが、シード事変におけるキャストの暴走はシードウイルスの変異研究を行っ。何？ガーディアンズのライア総裁もキャストの暴走行為については罪に問わないとの見解を。状況を鑑みるに、あなたの暴走行為も。ルーさん、つまりそれって規定上そうなります。情けをかけるつもりか？私は定められたルールに従うだけ。くだらん。自由の利かぬ身で捨て置かれるぐらいな。しかし、あなたは一見したところ、一連の具現化現象による。え？あ、うんうん、そうだね。具現化現象。それにそもそもあんた、シードウイルスの検疫受けてないっしょ？メンテナンス施設の借用申請を出しました。エミリア。貴様ら一体何の話をして。まだるっこいわね。あんたを直す。ガーディアンズ名義の対応では手続きに時間がかかりそうで、リトルウィング所属メンバーの対応という名目での。ああ、そうだね。うちはどんなやつでも受け入れ。勝手に話を進めるな。私は貴様たちのほど。ダメです。キャストの権益は施しではなく、社会的な。無理やりにでも受けてもらいます。そうそう。まあそのついでにチョコ。勝手にしろ。フレームにかなりガタが来てたし、オーバーホールもろくにしてなかったからね。あのままの状態で直すのは無理。ただでさえ3年前のフレーム。そんな。うん、残念だけど。おい、学者の小娘、貴様これはどういう。あれ、あ、もう動けちゃうんだ。さすがは最新鋭技術の方。え、もう直せないんじゃ。うん、元のようには直せなかった。だから全部再し、久々に設計図とにらめっこしたから目がしょぼしょぼす。でもその設計をし直しただと。かっこいいじゃん。なんという主観に寄った理由。それ以外にもちゃんと理由はあるわよ。あんた
一応お尋ね者なんでしょ。むやみやたらにも元に戻せ。まあまあいいじゃんいいじゃん、邪魔にならないように作っ。それよりルミアが何か。イーサン・ウェーバーの妹、貴様は私をどう。私はイーサン・ウェーバーの妹なんて長ったらしい名前ではありません。ではルミアとやら、リュクロスでもそうだ、そして今回も。今グラールに迫っている危機にあなたも気づいているはず。グラールのためだと。くだらん、そんなもの。あのさ、ボディとか直してあげたんだし。勝手に直したのは貴様たちだろう。かっこいいじゃん。とにかく私は貴様たちと群れ。そうは言ってもすでにあんたリトルウィング所属にな。何？そんな睨まないでよ。修理するために所属の名義が必要。おっさんに聞いてみたら即 OK 出ちゃったし。おのれ、なんと身勝手な子。どいつもこいつも同じことしか言えんのか。おじさん。これはパートナーカード。用があるときは呼べ。私が出向くほどの案件では。それじゃ。ただし、くだらんことで連絡をよこせば。はい。私がおじさんという名ではない。レンボルト・マガシ。はい。ああ、肩凝った。なっつうめんどくさい人たちの集まり。この中で素直なのって私ぐらいのもんじゃない？ちょっとどうしてそこで目をそらすのよ。まあ何にせよ丸く収まったんだし。エミリア、問題が発生しました。あ、ルー。先ほどのメンテナンスですが、申請以上の素材を使用していたと。げ、あの角の分だ。ところでエミリア、前から聞きたかったのですが、私のボディデザインの変更理由は。かっこいいじゃん。ガーディアンズ本部でマヤさんがお待ちです。今ライア総裁もお呼びしました。叱られて。あれ、なんで、なんかルー怒ってる？ちょっと引っ張らないで。手に力い